ああ、いいっすね。この度はお世話になりました、アキラさん。いやいやいや、やめましょう、そういう。YouTube 始まりました。よろしくお願いします。はい、YouTube 始まりました。よろしくお願いします。ライブストリーミングな。さあ、ともち、もう始めていいですか？大丈夫です。はい。はい。それでは、始まってまいりました。ヤングガンズバトル、ボリューム8。皆さん、YouTube の前の皆さん、お元気ですか？元気ですか？さあ、本日、画面の前から帰りますのは、フロム名古屋から、MC ワイルドツイッツと、J ループです。よろしくお願いします。なんかこの2人も板についてきましたね。そうですね。なんか見たことある人はね、またこの2人かっていう形でね、楽しんでいただけるんじゃないかと思います。まあ、全部行くときは、多分、これを解除すれば全然、はい、全然、ちょっとミュートしていただいてるんですか、この状態じゃなくて、全体がこう、ともち、ともち、ミュートにして。ともち、ミュート。はい、すいません。はい、すいません。こんなね、グダグダ感もですね、なんかオンラインならではかなと思うんですけどね。はい、そうなんですよ。このヤングガンズバトル、ボリューム8もエントリーがすごかったですね。そうですね。今日はですね、当然160人の、エントリー者、クランパの皆さんがエントリーしてきました。誠にありがとうございます、はい。ありがとうございます。そしてちょっとトラブルあってですね、配信の方、時間が1時間ぐらい遅れちゃったんですけど、全部ユーゴのせいです。申し訳ございませんでした。すいませんでした。ユーゴがなんかトイレが長くて、うんこがなんか、大事なダメか、ごめんなさい。ダメか、ごめんなさい。ちょっと。責任が取れないよね。はい、ということで、ヤングガンズバトルっていうのはどういうバトルかって、まず説明させていただきますと、はい、4年、クランプ歴4年以下のクランパーの皆さんが出場できる、日本のルーキーを決める、うん、バトルなんですけれども、うん、去年が、コロナで開催できなかったので、本来は3年以下なんですけど、今年はちょっと伸ばして4年以下の、バトルとなっております。ラッキーチャンスですね。はい、さあ、そして、ですね、まあ、こんなコロナの状況でなかなか現場がない中で、ちょっと Zoom を使ってオンラインをやらせていただくっていう、まあ、企画で、うん、このおかげで全国各地から、ね、たくさんのエントリーだったり、そうですね、うん、なかなか地元で活動するところがないって人もいいきっかけになればいいかなと思って、うん、まあ、僕らを動かしていただいてますので、うん、皆さん YouTube の方からですね、応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。本当に日本中たくさんの、ね、クランパーいっぱいいるんですよね。うん、そうですね。このクランプのムーブメントって盛り上げようって人は本当にたくさんいるんで、うん、ぜひね、クランプってなんだろう、ちょっと見てみようかな、やってみたいなと思う人はぜひですね、興味を持っていろいろ調べていただければ、日本中たくさん、あなたのお隣にもクランプやってる人がいるのかもしれません。やってる？やってます。おー、いい！っていう感じですね。はい、ということでお願いします。お願いします。まあ、オンラインならではの良さも、そうね、少なからずあるかなっていうところであるので。はい、ということで今日の流れを説明させていただきますと、はい、総勢160人の中から、もう8人に絞りました。もう8です。もう8人絞りました。いつの間にか、すごい熱いバトルを繰り広げられまして、8人を選出しております。はい。で、ここからベスト8、YouTube 配信はベスト8からのトーナメントになります。はい。で、ルールの方を説明させていただきますと、はい、ジャッジのハンズアップっていうか、まあ、ジャッジにより、勝った方を決めていただくということになるんですけど、ベスト8は1ラウンドだけです。で、60秒。60秒のみですね。で、ベスト4から2ラウンドに増えます。そして、60秒。はい。1ラウンド、60秒の2ラウンド。はい。皆さんも、ね、YouTube の方からどっちが勝ったかななんて見ながら見ると面白いと思います。そうですね。欲しいなと。ライブ配信なんで、ね、生のクランプの感じを伝わればいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ベスト8、ベスト4、そして、決勝ということで、パンパンパンと。でよろしく。これまでジャッジをしていただいた方が4名いらっしゃいまして、豪華ですよ、今日はジャッジの方ですね、はい、紹介していきたいと思いますよ、はい、いいですか、皆さん準備はできてますか、ブルーエネルギーくださいよ。さあ、それじゃあ1人目はユーゴくんからね、ジェルクから紹介していきたいと思います、はい、じゃあまず1人目、フロムノースバックよりホーネット、よろしくお願いします。せっかくなら一言ね、コメント、気の利いたコメントでもいただこうかなと。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとマジで今日予選始まってから多分俺同じぐらい多分手汗かいてるんですけどもう同じぐらい緊張してるんですけど、その中でやっぱどんだけ落ち着けるかだと思うんで出し切ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日よろしくお願いします。さあ、じゃあ2人目は僕の方から紹介していきたいと思います。2人目は From Twix Family Prince Twix。 ババ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 バ。さあ、カッチコチにね、固まってますね、プリンス6。はいはいはい。さあ、プリンス6、いければコメント一言いただきます。いや、めっちゃ、聞こえます。ギリギリ聞こえてますよ。なんか、はい、頑張って喋ってみてください。聞こえてます。はい。大丈夫そうですかね。ジャッジで楽しんでおります。
なかなか体力がありがとうございます。もうみんな頑張って楽しめということですか。はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。はい、さあ、続いて3人目のジャッジ紹介していきましょう。フロンフィリピンより、ウィキッド 1K! イェイ、バー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  Hi guys, I'm Sorceress aka Wicked One aka Green Rogue. Let's enjoy the battle. Let's get back. Yeah, thank you. マジで楽しんでお前らかましまくれよということですね。ありがとうございます。ポンポンポンまで言ってくれました。はい、ありがとうございます。さあ、最後ですね。ラストのジャッジを僕の方から紹介していきたいと思います。From New Zealand より、12! Yeah, please comment.Yeah, thank you guys for having me. Can't wait to see this top eight. It's going to be crazy. It's been a long process, but yeah, it's going to be wild. Yeah, thank you. 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 DJ you. Thank you. Thank you. Thank youギャロップ AKA ギャルトゥイスじゃあ DJ の方なんかポンポンポンみたいな鳴ってます大丈夫ですねそうですねこちらの皆様に今サポートで形で、トーナメント進めてまいりたいと思いますはいありがとうございますさあこれまで勝ち上がったですね8名の方がいらっしゃるんですがもうこれは呼び込んでいて大丈夫そうですねそうですねせっかくなんでもう先にあのトーナメント表の方をですね僕らの方から説明させていただきたいと思いますはいじゃあ4試合ベストで4試合ありますまず第1試合は、はい、ローディ・クロー、はい、VS マイコーいやローディ・クロー VS マイコーはいこれが第1試合はい第2試合はいアノードあの VS ガールアスいやアノード VS ガールアスラーで3試合目がビル・ホーネル、yeah. VS ベイビー・ブラックスいやーリル・ホーネル VS ブラックベイビー・ブラックス、okay. そして最後のバトルラストバトルがチャイルドモンク VS インファントチョーク。っていうことです。この4試合になります。さあどうなるか分かりませんね。で、ジャッジの方も、4人だとあのベスト8がドローになる可能性があるので、3人でやっていきます。で、ローテーションで1人ずつ、お休みをなっていきたいと思いますので、はい、お願いします。はい。OK ですか、うん、さ あ, あ、じゃあ、ジャッジです。ベスト8、ブレイクタイム。OK? ファーストバトル。ホーネットブレイクタイム、セカンドバトル、プリンスウィックスブレイクタイム、サードバトル、ウィキッドワンキーブレイクタイム、フォースバトル、トゥエブブレイクタイム。OK? さあ、これは。それではですね、もう早速じゃあやっていきましょうか。準備整いましたね。ということで、いつもやっちゃいないと気がせみ。何ですか？何ですか？ちょっと待って、一回モード入っていい？おい、どうした？エイさん、行っちゃった。俺、最近クランプ始めたんだよね。えそうなんですか、うん、最近始めたってことは、うん、ヤングあれしてますなんかクランプやりたいんだけどなかなかそう出るバトルとかなくて困ってて僕知ってますえクランプ、ま、待って待ってもしかしてそれ聞いたことあるやつやんえもしかしてヤングガンズバトルボリューム8さあそっち皆さん盛り上がっていきましょうはいさあさあ YouTube の前の皆さん笑ってくださったと思いますさあファーストバトルはローリー・クロー VS マイコーはいジャッジはプリンス・ウィックスウィキッド 1K、ウェブ、この3人で行きたいと思います。はい。ホーネットはお休みブレイクタイムですね。ですか。さあ、それでは DJ の方は Are you ready ですか？ん？さあ、DJ、いかがでしょうか？準備の方は。はい。あぶねえ。それでは、準備整ったということで、ベスト8第1試合から始めていきましょう。第1試合。ローディ・クロー VS マイコーバトルレディーゴーレッドコーナーレッドコーナーWow. Yeah. Wow. Yeah. 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 Y
I'm too dope. Now you're dope. But these bitches, you have my act.勝敗をつけなければいけません。はい、レッドコーナーローディークロー、ブルーコーナーマイコーということで、ジャッジ is are you ready? Okay, okay, please change back screen. Okay, じゃあ早速行きましょうか。せーの、three, two, one, ジャッジ。レッド。レッド、ブルーということで勝ったのがローディークロー。おめでとうございます。さあ負けてしまった前校にも大きな拍手。大きな拍手。ナイスバトルでした。ナイスバトルでしたね。さあこの調子でですね、どんどん参りましょうか。ネクストバトル読み込んでいきましょう。はい、レッドコーナーよりアノード。Yes, アノード。ブルーコーナーガールアスラー。はい、こちらの対戦カードでございます。さあこのバトルはですね、プリンスツイックスがお休みとなりますので、はい、トレブと、ウィキッド 1K、ホーネット、この3人でジャッジをお願いします。はい、よろしくお願いします。今の調子でやっていきましょう。はい、さあ DJ がまた準備が整いましたらバトルの方移っていきたいと思います。はい、60秒ワンラウンドですね。さあ、OK、DJ も来たので行きましょうか。参りましょう。さあ行きましょう。アノード VS ガールアスラバトル、レディーゴー。What?
第2試合終了いたしました。こちらもですね、勝敗の方を出ていきたいと思います。結構噛み合ってるバトル、ね、そうですね、バイブスもすごいです。さあ、ジャッジ12-1K、 そしてこれはい、ジャッジライブリ赤、赤が赤が、あ、レッドコーナー、アノード、ね、はい、ブルーコーナーから、はい、アイベリー、オッケー、3、2、1、ジャッジ。レッド、ブルー。ということで、勝ったのが、アノード。おめでとうございます。しかも負けてしまったガールアスラー。ナイスでした。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、これで半分が終了いたしました。はい、サードバトル。はい、呼び込んでいきましょう。レッドコーナー、リル・ホーネット。ブルーコーナー、ベイビー・ブラックジー。これも熱いですね。さあ、ここのジャッジは、ウィキッド 1K がブレイクタイム。はい。Okay? で、12、プリンスウィッチ、ホーネ。この3人の着手。はい。はい、よろしくお願いします。さあ、これもサクサク進めてまいりたいと思います。はい、DJ の方は、Are you ready ですか？それでは参りましょう。ベスト8第3試合、リル・ホーネット VS ベイビー・ブラック・ジーバトル。レディー、ゴー。You niggas think I'm wack. Let's get it. Lil Horne. Yeah. Let's. Yeah. Yo. Yeah. Yeah. Play with a rapper, they on the list. Pull up proud of the sessions to get a fix. One wrong move, tryna show off, you get a diss. All his homies hyping like, yo, this your shot, now watch him brick. All you need is style of the eyes. Go take your pick. Choose wrong, you gon' be losing your limbs. You gon' get ripped. I pull up to the session, reverse, that mean bag out. I'm going first in this battle, now watch him bag out. 20 then let me off the leash. Let me go. And as I watch the liveness increase, you bout to feed the beast. Now show you what the West do, even if you're not claiming East. From the event to the streets, and the record still magnified. Like eyes, I hate you, but I still need to learn. Keep this shit discreet. I'm like, alright, nigga, we getting rounds in before your license to teach. 20, yo, I got a bag for him. Hold that phone. Hold that phone. 20. You niggas think I'm what? Yeah. 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 Okay. Yeah. Yeah. I never play with a rapper. They on the list. Pull up proud of the sessions to get a fix. One wrong move, tryna show off. You get a diss. All his homies hyping like, yo, this your shot. Now watch him brick. All you need is style of the eyes. Go take your pick. Choose wrong, you gon' be losing your limbs. You gon' get ripped. I pull up to the session, reverse, that mean bag out. I'm going first in this battle, and watch him bag out. 20 then let me off the leash. Let me go. And as I watch the liveness increase, you bout to feed the beast. And I'm show you what the West do, even if you're not claiming East. From the event to the streets, and the record still magnified. Like eyes, I hate you, but I still need to learn. Keep this shit discreet. I'm like, alright, nigga, we getting rounds in before your license to take. さあ、こちらもですね、勝敗をつけていきたいと思います。はい、レッドコーナー、リル・ホーネット。ブルーコーナー、ベイビー・ブラックジックということになります。はい。さあ、ジャッジの皆さん。あ、いるり？ジャッジザ・いるり？オッケーです。オッケー、オッケー。さあ、それでは参りましょう。ジャッジ、3、2、1、ジャッジ。レッド、ブルー、ブルー、レッド。ということで、勝ったのが、リル・ホーネット。おめでとうございます。惜しくも負けてしまったベイビーブラックチーク、ありがとうございました。さあ、じゃあラストバトル参りましょう。呼び込んでいきます。レッドコーナー、チャイルドモンク。ブルーコーナー、インファントジョーカー。お願いします。さあ、ここの、バトルはあーですね、12がお会いしますね。12ブレイクタイム、はい、でウィキッド 1K と、プリンストリックス、ホーネット、この3人のジャッジとなりますので、はい、よろしくお願いします。さあ、こちらもですね、DJ の準備が整い次第進めてまいりたいと思います。
以上どうでしょうか。それでは、ベスト8ラストバトル参りましょう。チャイルドモード VS インファントジョーカーバトル、レディー、ゴー。ビッグシャック、フォンデス。Boom, boom. Oh. Everyday man's on the block. Back corner, turn the knock. Ski up. Ski me kick pop pop. Ski up. Big shot. Respect. Ski up. Two plus two. Light the fire that needs the air. I won't burn unless you're there.Skibby kick pop pop Skia Big shot Skia Skibby kick pop pop Skia Big shot Respect Skia Skibby kick popBig shot from this boom boom. Everyday man's on the block. Skia, skibby kick pop pop. Skia, big shot. Respect. Skia, skibby kick pop.さあ、こちらもですね、勝敗のつけていきたいと思います。ちょっとですね、まあ、音響トラブルもあったんですけど、ね、まあ、ちょっとバトルは生ものなので、まあ、そういうこともまあ、あるということなので、まあ、ちょっとここはこのまま行かせていただきます、はい、申し訳ありません。申し訳ございませんでした。はい、さあ、ということで、レッドコーナー、チャイルドモンク、はい、ブルーコーナー、インファントジョーカーのバトル、ジャッジ、Are you ready? Okay. Okay. さあ、それでは参りましょう。3、2、1、ジャッジ。タイ、タイ、レッド。ということで、2タイですね。ワンモアラウンドでよろしいでしょうか、はい、こちら、秒数はどうしましょう。45秒のワンラウンドでいきましょう。はい、45 seconds, one more round, okay? 順番変わらず、チャイルドモンク、そしてインファントジョーカーで順番でいきたいと思います。はい、DJ の方、ちょっとしっかりお願いしますよ。さあ、DJ の方、準備でき次第ね、また教えてください。さあ、ちょっとですね、DJ の方、準備できない、つながらないといけないですね。ちょっと画面には映ってないかもしれないですけど、はい、今日の僕のファッションテーマ、何だと思いますか？僕答えていいですか？いいよ。なんだろう、テーマあるんですか？あるあるある。牛島くん。正解。一発で当てちゃう。やっぱり。なんか感じてたんですよ。うん。もう牛島くん目指してるから今まで。怖いなと思って。うん、ただ結構怖い怖いって言われるんですけど、はい、実はどう？近くにいてどう思う？実は。うん、あ、来た来た来た、いい感じのいい感じ。さあ、それではです。レッドコーナー、チャイルドモンク、ブルーコーナー、インファントショー。インファントジョーカーのエクストララウンド、はい、行きたいと思います。ワンラウンド45セカンド45秒。はい。行きましょう。バトル、レディーゴー。Yo, I'm trying to be the illest. Yo, one in three, one in three. Fouls, just bars. When I say around is irrelevant, that means I'm a dominate. They got the switchblade, creeping as a skeleton.On the other hand, I pull movements. If you get into it, strap up,
I load my cannon and shoot it. These niggas losing. Woo! You set the bar, I guarantee that I beat it. My rounds think they better than everybody. Conceited, this hype a nigga needed. Just to bring some trouble, I'm a wolf on the hunt. Smoke 10 niggas like a hot box when they passing the blunt. I do this for fun, tell me what these niggas want. Sprint, running, neck and neck with death, and a nigga run. Streets taught me to get off regardless, and be the hardest. A nigga rhyme all stupid on you, make sure yours retarded. Real rap, bro. No truth. Yo, I'm trying to be the illest. Yo, one in three. Files, just bars. When I say your round is irrelevant, that means okay. I'ma dominate. Yank out the switchblade, cremate his whole skeleton. On the other hand, I palm movements. If we get into it, trap up, I load my cannon and shoot it. These niggas losing. You set the bar, I guarantee that I beat it. My rounds think they better than everybody. Conceited, this hyper nigga needed. Just to bring some trouble, I'm a wolf on the hunt. Smoke 10 niggas like a hot box when they passing the blunt. I do this for fun, tell me what these niggas want. Sprint, running, neck and neck with death, and a nigga won. Streets taught me to get off regardless and be the hardest. A nigga round go stupid on you, make sure you're retarded. Real rap. めちゃくちゃいいバトルはちゃんと拝んだ。さあ、それではですね、こちらもう対話なしでですね、勝敗のをつけていきたいと思いますが、ちょっといいですか。はい、どうぞ。俺今最初の方見れなくて、俺なしでジャッジってできますか。はい、入れなかったんですね。一回退出になっちゃって。さあ、じゃあちょっと上のキットツイックスくん聞こえてます？聞こえてないですね。はいはい、あ、プリンス X がなんか退出してから1回入ったから最初の方見れなかったらしいんだけど、その場合はアキラさんにはちょっと YouTube を開いていただいて、で、アキラさん1回その延長の試合を見ていただいて、ジャッジしていただく形でお願いしてもいいですか。わかりました。アキラさん止まってるな、これしかも。ちょっと回線が。So, we get one game?あ、はい、ちょっと、please wait. ます。あ、はい、little trouble. Okay. Sorry. なので、また皆さん、少々お待ちください。待ちください。すいません。さあですね、虫島くんのネタも使っちゃったし。ベースイートを勝ち上がったのか。もう一回言っていきましょうか。はい。ローディークロー、アノード。リルホーネット、そしてここの結果でという形になりますね。ということで、ベスト4は、ローディ・クロー VS アノードはもう決まってますね。はい、そうですね。で、リルホーネットと対決するのが、チャイルド・モンクなのか、インファント・チョーカーなのかっていうところですね。そうですね。まあ、延長持ち込むということは、それだけいいバトルだったということですよね。まあ、クランプのバトルは結構延長ありますよね。そうですよね。まあ、俺、最大2回やって、合計4ラウンドやったことあります。でも延長ってことはいいのが出ていいからこうなっていく。そうですね、相乗効果ですね。いいことですよ。うん、まあ、ただしんどいですよね。うん、まあ、クランプのバトルで巻くイベントってなかなかないですね。まあ、そうですね。盛り上がりすぎて延長するのは、まあ、世の常です。そうですね。ジャッジの方もね、それだけ悩むバトルが多いと思いますが、やっぱこうフィリピンのバトル行った時もそうだったんですけど、はい、まあ、セッションがこの、うん、バトルの前にセッションやってて、おめちゃくちゃそれが盛り上がって、まあ、バトルがいつ始まるのか分からないぐらいもうタイムテーブルとかそんなのもないような感じ、ね、いやーすごかったっすね、マジで。こんな盛り上がるんだみたいな。うわー、やってからトーナメント行くみたいな。勝手にサークルでバトルになっちゃうみたいな感じ。そうですね、いろんなところで。ありがとうございます。はい、お待たせしました。オッケーということなんで、はい、オッケー、ジャッジ行きたいと思います。ジャッジ在レディ。オッケー、オッケーです、ね、じゃあこのレッドコーナー、チャイルドモンク、ブルーコーナー、インファントジョーカーのエクストララウンドを決めていきましょう。はい。それでは参りましょう。3、2、1、ジャッジ。ブルー、レッド。ということで、勝ったのはインファントジョーカー。おめでとうございます。チャイルドモンクも相当やばかったね。さあ、ありがとうございます。
これでベスト4のカードが出揃いましたね。ということで、リル・ホーネットと戦うのはインファント・ジョーカーということですね。はい。リル・ホーネット、ちょっと気をつけた方がいい。仕方ね、インファント・ジョーカー何を、ね、出してくるかわからないので、そう下は出てますからね。いや、すごいですね。まあ、インファント・ジョーカー、フロム名古屋ですからね、ただ、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、さあ、ということで、続いてね、はい、ベスト4の方に。早速ね、いきたいと思います、はい。ここから2ラウンドに変わる形ですね。そうです。ベスト4から2ラウンドですね。60秒1ラウンドの2ラウンド。そうです。はい、2ラウンド、で、1ラウンド、60秒。はい。さあ、ジャッジの方はですね、もう3人とかね、4人でやります。で、そこから4人のジャッジで進めてまいりますので、はい、よろしくお願いします。So judges from now, no break, okay? No break. Okay. Copy, please. Okay. さあ、ということなんで、ローディークロー vs. アノード。皆さん、2人ともね、準備は大丈夫ですかね。はい。DJ のも大丈夫ですかね。はい。音も整ったということで、それでは早速いきましょうか。はい。で、レッドコーナーがローディークロー。はい。ブルーコーナーがアノード。ということなので、早速ベスト4、2ラウンド1分60、1ラウンド60秒でいきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。バトル、レディーゴMan, you know we ain't blood, so why you be calling me cuss? Man, I'm not your dog. Even Steven can see me, it's easy, no wonder we buzzin'. No wonder we buzzin'. When they talking the realest, you never come up in discussion. I'm like, where the cash at? Shorty, damn, fat. I need 25 bands. And that's doing back. I'm smoking on that Kobe Bryant. Cause I never pass that. And you always tryna chill, but can never match that. Going pain time, I'm talking. Everybody in the mall, but ain't really no small talking. Got a bag on me like a dog walking. Let's give him something else to bump to. Yeah, let's fuck their speakers up. Eyes, wallet. Yeah, we got niggas flipping out, wicking. Hook making like a shuffle, digging, and then I guess they thought that it was rest time. I got years and plus my tears and vet time. Engine always running, don't need the cables. Hold on, be easy when I'm putting your man through the tables. I'm stepping in beefy, you know I control the spot. Rock, rock, unorthodox. Call a doctor when I get to wrecking all my material. And no niggas disrespecting. Niggas say I'm whack, but they can't do the half. And if you ain't seen a body count, then you didn't do the math. Let me blaze, barbarian in and out the cage. Giving haters as middle grounds as my age. West Coast shit, Lord of the Under. LA's Connor, fucking Maze Runner. Your round is comedy, funny moments. You gon' bet your life and not do Wallet. Let's give him something else to bump to. Yeah, let's fuck their speakers up. Eyes, wallet. Yeah, we got niggas flipping out, wicking. Hook making like a shovel, digging, and then I guess they thought that it was rest time. I got years and plus my tears and vet time. Engine always running, don't need the cables. Hold on, be easy while I'm putting your man through the tables. I'm stepping in beefy, you know I control the spot. Rock, rock, unorthodox. Call a doctor when I get to wrecking all my material and no niggas disrespecting. Niggas say I'm whack, but they can't do the half. And if you ain't seen a body count, then you didn't do the math. Let me blaze, barbarian in and out the cage. Different haters as many rounds as my age. West Coast shit, Lord of the Under. LA's Connor, fucking
maze runner. Your round is comedy funny. All of a sudden. Man, you know we ain't blood, so why you be calling me cuz? Man, I'm not your blood. Even Steven can see me, it's easy. No wonder we buzzing. No wonder we buzzing. When they talking to realists, you never come up in discussion. I'm like, where the cash at? Where's that? No, shruddy, M, bet. I need 25 bands. I got a Louis backpack. I'm smoking on that Kobe Bryant, cuz I never passed that. Always trying to chill, but can never match that. Stop playing. Going pains at a mall talking. Everybody in the mall, but talking, got a bag on me like a dog walking. Case, he tried to kill it, but it made a way. Getting to it like his own one, man. I'm LA Reid with a baby face. Two bucks and I D.I.E. Bad bitch, me the CID. Kick shoot like T.I.P. 20 bands from the VIP. Got the bank closed, yeah, selling heavy. We've been down since elementary. Boys wanna bet against me. He gotta tell me from the top. さあ、ベスト4第1試合終了いたしました。さあ、これもですね、決勝戦ですね、進んでいただく一面を、準決勝ですね、ごめんなさい、進む方を決めていきたいと思います。レッドコーナーローズクローフロム京都です、ね、はい。そしてブルーコーナー、あの北海道のノースパーク、すごい距離をね、本当ですね、なんか電波で乗せて戦うというのはすごいことですよね。確かに。さあ、ジャッジズ、アーユーレディ。さあ、プリンストイックス、本当ですか、行きましょう。はい、レッドコーナーローディークロー、はい、ブルーコーナー、ジャッジ、3、2、1、ジャッジ。ブルー、レッド。おレッド、ブルー、ブルー2票、レッド2票ということで、ドロー。ドロー。早速出ました、ね。早いな。エクストラランド。さあ、どんどん参りましょうか。さあ、1ラウンド45秒のエクストラランド。1ラウンド45セカンドの、延長戦ということで、はい、順番はローディ・クロー、最高の高校があのということで。そうですね。いやいやいや、出まくりますね。来ますよね、でもね。スタイルがやっぱ全然違うから、やっぱ見るところもやっぱりジャッジも分かれると思いますし。そうですね。ってことで、DJ の方が準備大丈夫そうでしたら、早速行きたいかなと思いますが、DJ の方はどうですか？ DJ、ああ、You、時間かかるかな。ね、まあ、選曲がね、そうですね。挑戦って難しいですからね。面を分けたりしますからね。まあ、俺なら宇多田ヒカルかなと思う。僕だったらどうしようかな、ミスチルとかでしょ。ミスチルでもいつも平井健じゃない。あ、確かに。エクストララウンドで。ライブです。平井健かってなるもん、いつもユーゴン DJ かけちゃいます。やっぱ宇多田ヒカルじゃない。やっぱエヴァンゲリオンもね、主題歌ってるってことですし。裏声もすごいですし、あれもバックネスライブです。バックネスライブです。やっぱ、もうなんならスピリチュアルで、ね。なるほど。まあ、精神的な高揚、やっぱりアップリフティング。あ、OK、つけましたね。はい、うまくつながりましたね。さあ、大丈夫そうですね。曲の方の届いも、おっと、はい、ちょっと大事な情報が今来たので、ちょっと先に言ってきます、はい。さあ、ここの準優勝と優勝は、今年行われる KOB12 の本戦の出場権が与えられるということで、おもう本戦に飛び抜いていけるわけです、はい。なので、これに勝ったら、まあ、12の出場権が得られるということですね。だから大事な延長戦。延長戦ってことです。さらに気概が入るんじゃないでしょうか。さあ、レッドコーナーローディクロー、ブルーコーナーアノード、はい、勝つのはどっちでしょうか。エクストラランド行ってみましょう。3、じゃあ違うな、バトルレディーゴー。 Do some shit that matters. What you know about the world? 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 What you know about theWhat you know about the wrong? What 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 you know about the wrong?
dick niggas. In the future, I'ma let my daughters get off on you niggas. Raw, 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 what you know about the raw? 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 Crump is harder than you niggas. In the future, I'ma let my daughters get off on you niggas. Raw, raw. Ah, vibes 差し切っていただきました。いやいやいや、すごい延長戦でした。That was crazy. Yes, 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 I think so. さあ、決勝に進むのはどちらでしょうか。さあ、キットテックス、運営のキットテックス、さっきと同じ方法でいいですか。当たってる決め方はよろしいでしょうか。僕にはヒットツイックスの声は聞こえないのでしょうか。ヒットツイックス聞こえているけれどもっていう形の場合もあります。ヒットツイックス君見えますか。見えないということで。ヒットツイックス君。はい。これ、はい、同じ採点方式でいいのかな。はい。全能体でお願いします。もし2位になったらどうする。グレーがなしでは。いやもう延長になります。もう一回延長了解です。 OK ジャッジ。それはそう仕方ないので、はい、わかりました。ということでもしかしたらタイが出るかもしれないけど、はい、さあジャッジ、 Are you ready? Please no tie、 OK それでは参りましょう。 3 2 1ジャッジ。ブルー、うわあほんのブルー、ブルー、レッド、レッドということで、もうワンラウンド、エクストラ、エクストララウンド。延長は30秒でいきますか。30秒でお願いします。OK、じゃあ。出し切れてないですね、これ。いや、わかる。めちゃくちゃ気持ちわかる。でも、ジャッジが延長で何を見たいかって考えて踊ってほしいなと思います。さあ、そんな曲もね、DJ がいい曲かけてくれると思いますので、エクストラ、エクストララウンド、ワンラウンド30秒、30セカンドですね。はい。で、いきたいと思います。さっき、エイさんのやつが。思いっきり再来しますね。いやいやいや、あるからね、マジでこういうのね。やばい。さあさあ、ローディクローとあの音、準備は OK ですか？いつでも来いと、ね。そういう感じですね。男だね。さあ、それでは、ローディクロー VS、音は大丈夫です、そうですね。DJ は、Are you ready? まあ、そんな簡単に決まないよ ね、まあ、ね。これ大事だもんね。いや、これ結構やばいバトルですね。俺そんな気したんだよね。確かに。だからあれですよね。ジャッジの方法、怖かったですよね。いや、どんなムーブになっちゃうんだろう、二人。もうなんか。いや、もしかしたらローディークローがギターぶっ壊すかもしれないから気をつけてみててね。走り出すかもしれない。OK、DJ OK ということなので。いや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 、マジ楽しみですね。30秒でね、決まりますから。いや、これ見に来てる YouTube の人、マジで見てよかったと思う。いや、本当に、本当にこの瞬間は今しか立ち会えませんからね。さあ、それでは、レッドコーナー、ローディークロー、ブルーコーナー、アノード、エクストラ、エクストララウンド、バトル、ウェディーゴー。We about to give you that one. We 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 about to give you that one. Go 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 go. We about to give you that one. Go 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 go.Let's go! Let's 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 go
to give you that. Yes. Okay. Let's go. さあ、それではジャッジの方行きたいと思いますが、もうさすがにタイは なった場合どうしましょうね、これ。やこれなし、どうするキットトゥイクスくん。キットトゥイクスくん。はい。どうするこれ、もう一回なる可能性もなきにしもあらずだよ。あるんですけど、突然ここでいきなり3人っていうのはできない。まあ、さっきと一緒にいいかな、これでいい？いっちゃうよ。はい、もし2位になったらまた延長になります。10秒とかですかね。お願いします。はい、それでは参りましょうか。はい、オッケー、それでは参りましょう。3、2、1、ジャッジ。おー、ブルー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 ということで、ウィナーはアノード激戦を制しました。いや、これちょっとやばいですね。もう優勝の分かち合いみたいな感じのハグしてますね。Yo, Rowdy Crow is crazy. Rowdy Crow. Yes. Yes. Super good. なので、これ出場権を獲得したんです。KOB12 に出場権を得られる。本戦も出れますからね。このローディークロー君はですね、なんか普段はすっごいおとなしいですよ。なんかクランプ踊るとすげえイケイケですけど、なんかそのギャップもいいですよね。確かに。なんかすごい。最近急成長ですね、すごい。この間の東京クラブやんたボーンか、はい、でもアノードもですね、まあ、北海道で、まあ、若手ではかなり来てるし、まあ、この間の、まあ、11の時もかましてたし、このバトル制したのはだいぶでかいですね。ということで決勝もねあるんで、はい、体力温存しといてください。おめでとうございます。惜しく負けてしまったローディークローもありがとうございました。さあ、ということでお待たせしました。はい、逆サイド行きますか。バトルに行きたいと思います。はい、呼び込んでもらっていいですか。はい、続いてがリル・ホーネット VS インファント・ジョーカー。さあ、どっちどっちコーナーか、ちょっと説明を。レッドコーナーがリル・ホーネット、そしてブルーコーナーインファント・ジョーカーという形になります。はい、いや今のが強すぎて、こんなバトルが次出てくるのか。いや、でもね、このバトルも相当やばいよ。確かにリル・ホーネットでしょ、インファント・ジョーカーでしょ。対照的なスタイルすぎるよね。from 北海道のリル・ホーネットの from 名古屋のインファントジョーカー。これベスト4地方勢であんまなくない？確かにそうですね。やっぱりオンラインならではだ。そうですね。こう開催地区が地元とかアウェイとかないから、やっぱオンラインは、そういう面ではやっぱりやりやすいですよ。誰にもは公平なのかなっていう。確かに自分の力も出しやすいのかなって思う。DJ の方はどうですか、さあ、インファントジョーカーも準備は大丈夫ですね。大丈夫そうですね。いつでも準備できてそうですね。で、先行がリル・ホーネット、はい、後攻がインファントジョーカー、はい、ということになります、はい、で、DJ の方が準備でき次第進めてまいりましょう。はい、はい、これに勝った方がですね、12進出、そしてそうです、ね、決勝、はい、アノードと戦う相手が決まるということですね。いやー、どっちが勝ってもすごいね。さあ、そしてですね、今日優勝者にはですね、なんと素晴らしい景品がついてきます。はい、まあ、KOB キングオブバックといったおなじみあれですよ、数字のやつ。12とかの、何それ、怒られちゃうよ。1日は何時間ある？
24時間ってことで、24カラーズから景品が贈られます。もらえるんですね。そして、いいですね。あの、なんか次は、あの、はい、みんな大好き、カバンのブランドなんだけど、よくバトル会場行くときに、同じ電車に乗ってるやつが、そのカバン持ってたら、こいつグランパーじゃね？思うやつよ。あるでしょう、みんな。あれじゃないですか。そう、せーの、ジャンスポーズ。そして最後は、ね、これもクランプは必需品ですけどね。なんだろう、このさっきのジャンスポに、はい、その今度はキャップのブランドなんですけど、ジャンスポにこのキャップがついてたら、こいつについていけば会場行けるやつわかるでしょ。もうあのリュック背負ってそのキャップがカバンついて、そいつについていけばバトル会場行ける。確かにクランパーじゃねえ。大体そいつ一人じゃないですからね。そう、そう、例のやつ、せーの、ニューエラです。ニューエラが、いやー、でかい。送られます。で、準優勝と、優勝、そして MVP、はい、ありますので、そのね、まあこの副賞だけじゃないと思いますけれども、皆さん、まあでも出て何かもらえるってか、モチベーション上がりますよね。まあ、確かにそうですね。優勝して何もないんかいってなるの。形が残るのもやっぱモチベーション。記念には残ると思うので、うん、ここは大事かな。はい。さあ、悩んでますね。優勝した方、したら、ジェルブス君が何を。そうですね。このメガネってこと、このメガネの、そうですね。同じ型のものを探して、見つけ次第プレゼントします。絶対見つけないやつや。見つけないよ。DJ そうなるよ。YouTube 見てる人もいつまでこいつら喋らせとくねんって。それ DJ が悪いからね。俺らが悪いわけじゃないから、ね、そこだけ皆さん理解していただいていいですか。そうですね、まあ、バイブソーこういう2人だよね。俺らそうです、ね、申し訳ないですけど、今の時代今結婚させて、ね、はい、いただいてますからね。しっかりやらせてもらってますけども。じゃあ僕このサングラスを買った経緯についてお話ししましょうか。そして気になりますね。はい、牛島くんなる。牛島くんなる。はい。まあ、これ取るとエイトくんなんですけど。本当だ。はい、そうなんですよ。これなんか僕あの趣味でこう潰れかけのビルとか、なんか商店街を写真撮りに行くのが僕趣味なんですよ。おお、渋いですね。でもうすぐ取り壊されるビルが、まあ、あって、はい、そこのに訪問した時にもう全部なんていうんですか、店舗が撤退したしてるんですけど、なんかメガネ屋さんだけポツンと残っててで見てたら。これなんか1000円ぐらいなんですけど、うん、それ昔のなんか有名なやつでもう、うん、もう3万ぐらいするよ。おー、でも1000円、もう店じまいだから1000円でいいよみたいな。でおじさんが最後にめちゃくちゃ安くしてくれて、使ってくれるんだったら売ってあげるよって言って売ってもらった思い出の品なんですよね。でかいですね、その思い出。なんかなかなか、あ、しましたね。ちょうど今エピソード終わった。ってことで僕が牛島くんになりましたということになりますので、さあそれ参りましょうか。さあそれでは気を取り直しまして、リル・ホーネット、レッドコーナー、ブルーコーナーにインファント・ジョーカー。さあ行きましょう。ジャッジズ、Are you ready? OK ですね。はい、それでは参りましょう。バトル、レディー、ゴー。おー、わーお。What? Yeah. Yeah.
ファーストランの衝撃が強すぎてちょっとチラッと見えた瞬間めちゃくちゃやばかったですね。いやだからマジで面白いねこのバトル、めちゃくちゃ面白かったんだけどさあジャッジも頭抱えておりますが、これ今勝敗をつけていきたいと思います。いや俺ジャッジやったらやだなマジでほんとやだ。さあジャッジ Are you ready? Are you ready? Okay? 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 Okay?さあそれではジャッジを参りましょう。レッドコーナーリルホーネ、はい、ブルーコーナーインファンチョーカー、勝ったのは3、2、1ジャッジ。ブルーブルーレッド、きたドロードロー、ワンモアラウンドエクストララウンド。さあワンラウンド45秒、45 seconds。さあ先行は変わらずリルホーネ、ここはインパクト。お、さあちょっと今踊ったばっかりなんでちょっと呼吸整えてもらって、その間に DJ が、選曲していただいて、その間にユーゴくんがみんなを笑かしに行きます。はい、笑かしに行きたいです。いやこれでまた白いのが取れてたらまたすごいですよね。見せ方うまいよね、なんか、うん、何オンラインになるよね、うん、落ち着いてるし。いやインファント上、まあねリルホーネットはね、もう昔から知ってて、すごいずっとかましてて、すごいスタイリッシュ、まあ、クランプうまいし、ハードですね、やっぱさすがさ、ホーネットの人だなって感じで、うん、まあ、
次のね、はい、あのね若い世代で、ね、引っ張る時期なのかなっていう、ね、感じていて、まあ、インファントジョーカーはもう本当に一人で頑張ってスペイン行って、ジョーカーが、いや本当すごいですよね、その行動力というか、ね、ココイチでバイトしてて、ああありましたね、配達ね、昔ね探偵でバイトしてたりとか今出されてほしくないかもしれない。ただインファントジョーカーはマジで俺応援してる、いや個人的には、うん、やっぱり人もいいですね、なんかねスタジオちょっと明日かしまりますとわざわざやっぱ言いに来たからね、連絡とかで直接、そうそうそう、うん、でやっぱそういうとこもなんか姿勢ですかね、なんか人間力というか、そうクランプに対する誰よりも貪欲だし、うん、やっぱこう顔出そうみたいなね、すごい感じますよね。いやどちらにも勝っていただきたいですね、キットレットが勝てばノースバック対決ってことになりますね。やばいですね。いや北海道マジやべえな。やばいですね。盛り上がってるし結束が強いよ、ね。うん。でなんか俺もやっぱ行った時思ったけど、他のジャンルの人がすごいリスペクトされてる。ああ確かにそれを感じましたね。なんかクランプが独立してるからじゃなくて、なんか男子シーンってかにも根付いてる街なんだなっていうのはあって、うん、やっぱそうすると理解もあるし、周りのでもやっぱやりやすくなるし。まあ、盛り上がるし、クランプを知ってのきっかけになるない、すごい僕も、まあ、いい街だな、俺らも頑張らないとなって思わせてくれる街ですよね。クランプさあ、ということで、ジャッジの方、MVP を、各一人ずつ、決めてもらいたいと思いますので、今のうちに考えといて、最後の感じですかね。そうですね。So, 12 and Wicked 1K, can you hear me? Yeah, so please decide your MVP.Okay. MVP. Yes. So, yes. So, after final battle, please choose your MVP. Okay. Of the whole tournament? Like... Yes, whole tournament. Yes. Okay. Yes, whole... Yes. Today. Yeah. Today's battle. Okay. Please, thinking. Cool. はい、じゃあ音も整ったということで、エクストラランド参りましょうか。いやワンラウンド45秒のですね、バトルでいただきます。さあ先行がレッドコーナー、リルホーナー、後攻がインファントジョーカー。さあそれではエクストラランドバトルレディーゴー。 Me and 50 same thing, 50 bang bang, dissect your gang gang, you niggas can't hang, I'm a buster's footwork with the train dressing chairs and 5-0 the mainframe, I'm tired of y'all boys talking this hardcore, nah. And you ain't got no bang on your hoe. What you want this yard for? What you need your bars for? You ain't no damn animal. I'm a load to can. If you get the word, and I'ma blam on you. Blam on. Damn. Hey. That's on 50. Yeah. That's on 50. That's on 50. That's on 50. I can't stop, I won't stop, I got battle. Yeah, 50 same thing, 50 bang bang, dissect your gang, you niggas can't hang, I'ma bust this footwork with the train, dressing chairs and throw the mainframe, I'm tired of y'all boys, I'm talking this hardcore, and you ain't got no bang on your hoe, what you want this yard for? What you need them bars for? Ooh. Damn animal, I'm a load to cannon, 50 get the word and I'ma blam on you. That's on 50. That's on 50. That's on 50. I can't stop. I won't stop. I got that. That's on 50.長い出し切ったなこれ。いやいやこれ無理じゃん。両極端の見せ方。スーパークレイジー。いやこれスタイル違うからジャッジ難しいっすよね。ジャッジ is are you ready? いける？うん。OK。さあプリンス X ホーネットはどうですか？あれホーネット。ホーネット。仕事してくれ。仕事しろ、ね。プリンス X はどうですか？ちょっとやばい。
いやー、待って。ちょっと、これやばいです。いや、オンラインいろいろやってきたけど、これ結構、うん、ヤンガで過去一ちょっとやばい。こんな延長なってないですね。そうですね。やっぱその、見るっていうか、スタイルが違うから、やっぱり、その、クランプの、まあ、インファンジョーカーキャラクターっていう部分全面に押し出してきてるし、うん、その、ホーネット、ベーシックだったり、クリエイトする部分、リル・ホーネットね。だからそこはやっぱりこう、自分がどういうスタイルかっていうのやっぱり違うし、うん、そうですね。しかし自分のスタイルを、うん、自信持って体現してるというか。だから見てる人は、その、こういうインファンジョーカー、こういうスタイルだからっていうのも理解して見てくると面白いし、うん、こういうスタイルもあるんだな、こういうスタイルもあるんだな、うん、じゃあ自分はどうなりたいんだろうみたいな風にいろんな人がクランピンって楽しんでもらえると嬉しいなと思います。そうですね、さあ僕のね、喋ってる間にホーネット決まったということで良かったです。あ、OK です。さあ、プリンス6も OK ですか？はい。OK、じゃあ行きましょう。ジャッジ行きたいと思います。さあ、早速このエクストラウンドを勝したのはどちらなんでしょうか？行きましょう。3、2、1、ジャッジ。うわブルーブルーレッドレッドエクストラエクストララウンドエクエクやん、またまた来てるやん、エクエクやんもう笑うしかないさあ、ということでもうワンラウンドやっていきたいと思いますワンラウンド30セカンド30秒いきたいと思いますDJ 大丈夫ですかThis is too crazy Yeah, it's too hard, too hardちょっとなんか2人のラウンド見ててやっぱこうなんかハイプするってマジでなんか引き込まれる感じ、ね、やばみたいな。いや今のうちにね先行リルホーネットそして高校インファンジョーカー呼吸を整えてください。なんか相手のスタイルにも飲まれず、そこがでもちゃんとやっぱ相手を意識して会話があるし、ね、マジバトル。確かに。しかもそれがオンラインでできてるんだよ、ね。そう。二人はやっぱさ駆け引きうまい、うん。バトルのまあねアディキュールとかタクティックとかいろいろ言い方ありますけど、一人じゃできないからねバトルは、うん。そこがやっぱり。ました。ってことでエクストララウンド。いや。ワンラウンド30秒30セカンドさあリルホーネット VS インファントジョーカーエクストラランバトルレディーゴーパーフェクティチャーパーフェクティパーフェクティカモンパーフェクティ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 パーフェ
OK です。OK、プリンス X は？でも見上げております。多分ね、もうあのまま帰ってます。ドラムロール今の。多分こうジャッジの気持ちを体現してくれたんじゃないですか。心臓鼓動が早すぎてプリンス X 今聞こえちゃったんじゃない。あ、口でもあんな早く言えないですもん。本当で。さあプリンス X 決まりました。オッケー。ウィキッド 1K。オッケー。よしよしよし。オッケーってことでいきましょう。この熱い戦いをしようしたのはどちらなんでしょうか。参りましょう。3、2、1、ジャッジ。ブルー、ブルー、レッド、レッド、エクストラ、エクストラ、エクストラ、ラウンド。これは5秒でよかったですか？キッドトリックス、これもうどうする？マジで。何秒？もう一回30秒でいきますか？はい、30秒でお願いします。ですね。OK、ワンラウンド、ワンラウンド、30 seconds。30秒で。DJ も大変です。いきたいと思います。いやー、どうなってんのこれも。で待ってよ、本当に。燃えちゃってるよ、ホーネット。いけるマジでか。リル・ホーネットとインファントが大丈夫ですか、体調とかマジで。オッケー、もうオッケー。何でも来いっていう感じですね。リッド・ワンケーネ、ホーネットさん、熱いっすね。いやー、いやいやいや。すげえ、マジで。燃えてますね。家であんなやって怒られないのかなって思ってますね。動いてるこれ。あ、動いてる。さあ、DJ も大変ですが、選曲だけお願いしたいと思います。おお、決まりました。さあ、そしたら、エクストラ、エクストラ、エクストララウンド。さあ、それでは参りましょう。リル・ホーネット VS インファント・ジョーカーバトル、レディー・ゴー。Destroy the image and you will break the head. Let's go! Wee! Hey, 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 hey! Yeah! Okay. Let's go! Hey! Hey! That's the video! That's the video! エクエクエクです。これがこれだ、やっぱクランプ史上やっぱ歴史残るバトル間違いないなったんじゃないかな、やっぱりここね、最近ではこんなに熱いバトルがねオンラインで行われてますと。よくあんな踊れるわ、意外に体力ねっていう。はい、あ、僕の話はいいですよ。さあジャッジス、 Are you ready?1K、OK、12OK、OK、そしてプリンス待ってください。はい、プリンス X 待ってます。さあホーネットはどうですか。 OK です。 OK です、OK、じゃあプリンス X が OK ですか。 OK、 さあそれでは参りましょう。さあこのエクストラエクストラエクストララウンドを勝したのはリル・ホーネットインファントジョーカーどちらなんでしょうか。参りましょう。3、2、1、ジャッジ。レッド、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 ウィーナー、リル・ホーネット。うわーお、すげえ。おめでとうございます。でも、マジで、インファントの Very good battle. Very good battle. 本当です、本当です。マジ出し切ってるもんな。いや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 、マジでこれいいバトルだったね。いい駆け引きです。
本当ですね。いやーこれノースバック対決決勝という形になりました。まあ、アノード VS リル・ホーネット、これが決勝。はい、センキュージャッジ、ジャッジ映像、本当にトゥーハー、トゥーハーすごい悩むバトルだったと思います。ということで5分後、10分後ですかね、 YouTube は。そうですね、バトル、今からちょっと休憩を挟みつつ決勝の方に行きたいと思いますので、はい、一旦ね、YouTube の方は配信がストップとなりますので、はい、お願いしますってことで、本当にこんな熱い決勝マジないから、絶対みんな次もチャンネルはそのままじゃないと、本当ですよね、してほしいなと。これ変えちゃうのはマジで、ね、もう見届けてほしいかなと思います。さあ、それではベスト8から、はい、8からベスト4まで、はい、そして決勝まで、準決勝までね、お届けしました皆さん、はい、見ていただいた皆さん、ありがとうございました、出てくれた皆さん、さあ、ジャッジの皆さん、DJの皆さん、みんなありがとうございます。ありがとうございました。一旦休憩挟みますので、また後ほどお会いしましょう。お待ちしてます。